ジョン・ノーブル・バーローは、イギリス生まれの画家である、風景画や海洋画を描いた、マンチェスターで生まれた、パリの私立の美術学校、アカデミー・ジュリアンに入学し、ジュール・ジョゼフ・ル・フェーブル、ポール・ドゥランス、ジャン・ジョセフ・バンジャマン・コンスタンに学んだ。その後、ベルギー、オランダ、アメリカのニューヨークで学んだ。しばらく、アメリカで暮らし、1887年に、 アメリカの市民権を取得したが、1889年までにヨーロッパに戻った。アメリカでは、ロードアイランド州のプロビデンスに住み、プロビデンス美術クラブの会員になり、ナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会やシカゴ美術、研究所の展覧会に出展した。イギリスに戻り、1891年にロンドンでアメリカ女性と結婚し、1892年から、 コーンウォール州のセントアイブスに住んだ。1896年にイギリス芸術家協会の会員になり、1916年に王立油彩画家協会の会員となった。1899年のサロンドパリや1900年のパリ万国博覧会の展覧会で入賞した。コーンウォールのラモールナニスタジオを開き、近隣の風景を描いた。美術学校を開き、教えた画家には、 アンアルシアヒルズやドナルド・ヘンリー・フロイドらがいる。ペンザンスで死去した。ありがとうございます。